はい。PS3 にファンテスト、ファンを高速に回す機能があるみたいです。なんか内部のホコリを出すとか、そういう機能みたいなんですけど、まあ、あとは、なんかディスクを強制的に排出するための機能みたいで、どっちかちょっとわからないんですけど、一応、ネットで見ると、高速でファンを回して、中のホコリを出すとか、あと出荷前のファンテストのために機能がついてるとか、そういうふうなことも書いてありました。あとディスクを強制排出するための機能とか、ちょっと試してやってみたいと思います。まずこの排出ボタンを押しながら、ここの背面にあるここですね。電源スイッチを入れます。はい、すごい勢いでファンが回ってます。それと同時にディスクも排出されました。電源が赤い点滅になってるんですけど、これ押してももう電源が落ちないんで、後ろの背面の電源を切って切りたいと思います。はい、ファンテストやってみました。ご視聴ありがとうございました。